あ、来てる来てる。陰湿クラブのマスコットのパンダちゃんです。パンダって外国でも人気あるんですかね。だからマスコットになってるのかな。あんまりね、日本だと結構イメージあるけど、外国だとあんまりイメージない気がするけどな。まあ個人的にはこっちのマスコットの方が陰湿クラブにはね、合ってると思うんですけど。まあそういうこと置いといて、で結構発展しましたね。というかもうほぼ発展状況がかなり最上位まで来てまして、ね、なんだろう、星がマックスのシリーズで揃えた PC とか、あとなんだこのコンソールとか、あとゲーセンで置いてあるアーケードゲームとか VR、 まあ全部星5で一応揃えてありますね。あ、1個だけ欲しいものがあったかな。でそのおかげでお店の評価もかなりね、高くなって、で今も所持金がね2万7000ドルあるんですよ。もうイカれてるでしょ。で買えるものもね今ちょっとなくて、アイテムも全部買っちゃったし、でアップグレードもね全部買いました。で2階、最後はね2階を買ってなかったんですけど、まあ、2階もね一応買いましたと。まあ、でもねあんまりちょっと今は置く気がないというか、今後のアップデートで、まあなんか2月後半かなに大型アップデートが入るみたいで、まあ、その時のために一応ね空間をね開けておこうと思って。まあどんなアップデートが入るのかちょっと分かんないんですけど、でてかもうなんかゴミ置いてあったな。2階に誰も入ってないはずなのにな。こいつだろ。店のオーナーだろこれ置いてんの。まあ従業員かもしんないけど、まあ、これ2階もね一応ルンバがね掃除してくれてるはずなんですけど、まあでもゴミがあったね今で。まあ正直今はちょっとそんなにねやることもうないんですけど、でそうだそうだ、お金稼いで、もうお金はあんまりいらないと。でスキルもねカフェのスキルは全部取りまして、で物理スキルもねあともうちょっとかな、あと3個だけです、あと3個ですね。でこれであと2個になったからもうちょっとで全部解放されますと。でこのね最後のねこのハンマーっていうやつはなんか多分この翻訳、Google 翻訳だと多分ワンパンで敵を倒せるみたいなスキルらしくて、まあ、素手だと結構敵に攻撃当てるの難しいんですけど、まあ、当たったら一発で倒せるみたいな、そんな感じっぽいですねどうやら。で、あ、そう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 、そうだ、唯一ねちょっと試してないことが一個あって、従業員か、従業員のガードナーっていう人を今ね雇ってないんですけど、他は全部雇ってんのかな、マスコット、シェフ、バウンサー、クリーナー、メイドって。で、ガードナーは、多分ね、この自爆テロをしてくるやつから、自爆テロマンから多分守ってくれるってことだと思うんですよ。あらゆる種類の攻撃から保護することができます。だから盗賊とかも、もしかしたら多分ガードしてくれると思うんですよね。まあなんかとりあえず雇ってみましょうか。うん、この自動ドアがあれば自爆テロマンが来ないかと思ったらなんか来るんですよね。ちょいちょい来てるので、どこにいるんだ、ガードナーは中じゃなくて外だな、もういるか、あーえあれか、お、あ、え、銃持ってんの。この世界に銃なんて、あー撃ってる、え、なんだ今自爆テロマン撃ったの、え、こいつ自爆しに来てた今。え、すっげー眠そうだけど。すげー眠そうなんだけど。大丈夫？ちょっと起きててよ。こういう時こそ自爆テロマン来るからね。おい、私の言葉を聞いていないインターネットカフェのオーナーが街にいるんです。あいつのことじゃない。うちのマンションにいるんですよ。2階に住んでるやつ。この街の誰もが私の言葉に耳を傾けます。私があなたにお願いしているのは、この盗聴器を彼の机の下に置くことです。お住まいのビルの2階にありますと。もちろん置きます。ライバルインターネットカフェのテーブルの後ろに、バグ？バグを置きますって書いてあるのかな、これ。パグ？
パグじゃないよね。バグを置きますか。盗聴器ですね。あー、これ、てか、申請が必要なんだね。この古職の人に。本当にこれ、この人なんか、すごい権力者っぽいからね、割と。本当に古職かどうかはちょっとわからないんですけど。やっぱ申請が必要なんだな。ちゃんとした人だってことですかね。で、あいつはちゃんと申請してなかったんだな、あの2階にいるやつは。違法脱法インターネットカフェだったんだね、あそこは。いや、まあでもこれね、もうライバルって呼べないほどじゃない、俺の店の発展具合的に。え、なんでこの人なんでこの人頭の後ろに蛇口ついてんの。ここひねったら何出てくんの。これひねりてー。あ、やめてー。防御してる防御してる。あー、蛇口ひねりてー。なんだこの人、これファッションなのかな。まあいいや。これでんリスニングデバイスを配置してください。はい、これでいいの。あ、なんかこれで仕掛けられたみたいですね。いや、てか、なんか違法でさ、なんか許可なく営業してるんだったら、なんか、それ相応のなんか行政とかにお願いすればいいんじゃないの。なんでわざわざ盗聴器仕掛けるんだろう。なんでだ。なんか、なんでかちょっとわかんないですけど、ちょっと脅そうとしてんのかな。じゃあ、あの物声やっぱ、あれだな。権力者じゃねえんだ、ただの。ただの、脅そうとしてるやつだな。これで、はい。あ、400ドル。もうお金いらないんですよね、正直。うん、あ、で、このね、BTC マイナーとか、このリグケースとかの、RIG インターフェースっていうのかな。っていう、このね、アイテムのね、なんだろう、使い道というか、効果というか、がなんか若干わかりまして、で、BTC っていうのが、このビットコインの略っぽくって、ビットコインのことを多分指してるんだよね。で、まあ、それをね、なんか、増やしてるっぽいんですよ。なんか、この所有額っていうのが、この、徐々にね、増えていってて、あのデバイスを買っておくと。買って多分動かしておかないとダメかな。多分、マイニングコードみたいなのを、入れないとダメだと思うんだけど、この所持額がね、こう徐々に増えてってるんですよ。で、このビットコインはもちろん仮想通貨なので、まあ、今ね、3万5000ドルくらいあるのかな、多分 1.0 で多分3万5000ドルくらいの価値があるんだよね。で、今所有額が 0.5 なので、まあ、大体1万8000ドルくらい。一応今すぐにこう売り切るってやれば、手に入るはずなんですよ。 0.5 ほら、1万8000ドル。これが多分このアイテムの多分使い道、だから正しい使い方だと思うんですけど、どうだろう、合ってるかなこれ。ちょっとね、わからない、ちょっと正確なことが言えないから何とも言えないんだけど、まあもう結局お金を増やすためのツールだったっていうことですね。いや、まあじゃあ陰湿クラブは一応一旦閉店ですね。一旦休業しましょうか。2月後半になったら、大型アップデートが入るので、多分その時になったらもう一回やるかもしれないですね。はい。ということで、ありがとうございました。